真田ダ皇は江戸時代前期の武将である。真田信のの着男、母は竹林院。通称は大助で、講団では真田大助の名で登場する。父、信重が関ヶ原の戦いの後に高野山に流され、木の国久戸山に蓄居していた時期に生まれる。慶長19年、父と共に久度山を脱出して大阪城へ入った。 翌年の大阪夏の陣で、同苗寺の戦いに出陣して、敵の武将の首を取ったが、敵傷を負い、主君の豊臣秀頼が和議を検討しているという噂があるから、それを阻止するようにと父に言い含められて、秀頼を見届けるように命じられた。この時、皇将は父と共に最後まで突き従うつもりだったが、父の命令には逆らえず、やむなく大阪城に引き返したとされる。 大阪城落城時、まだ若年であり、また豊臣に特別な恩恒もないことから早見森久から脱出を勧められたが拒絶して、秀頼の切腹に準ずることにした。死の経緯については、諸説あるが、交渉は、我は、真田左衛門の佐、信重のせがれなりと叫んで解釈を、加藤や平太にして切腹したとも、加藤と差し違えたとも言う。また、別説の、 武編話聞き書き、老将座談では、秀頼の命で加藤と武田咲吉が解釈をするように定められたともする。いずれにしても、高将の巡視は美顔として有名である。また、教年についても十三から十六の間で諸説、ある。墓所は、和歌山県久度山町の全名称院ほか。また、父の信重同様に各地に生存伝説が残る。 現在の大阪城の淀殿、豊臣秀頼らの自害の地に建てられた地蔵の前に、淀殿や秀頼、王の春長と並んで、真田皇賞の名前も記されている。鹿児島市八重山には皇賞が逃がしたとされる、秀頼の墓が残されている。ありがとうございます。